この野郎。ミキお兄ちゃん。泉、ワンコート逃げろ。でも。いいから、早く。マメ、おいで。ほら。なんだ？この野郎！いた！バカ野郎、お前何すんだ！おい！やべえ！出直しだ。行くぞ！おい、大丈夫か？あ、おじき。ずいぶん遅いから心配したんだぞ。すいません。俺がそばにいながら。泉。うん。私は大丈夫。やったな、マメ。犬小屋か。でも俺一度大工目指してくじけたんだよな。え？だって約束だもんね、マメ。わかったよ。おじい、いらっしゃいませ。
さっさと来い。兄貴、
らっしゃいませ。なんだと？痛い目見ねえと分かんねえか。
ありがとうございました。
ね。リオナちゃん、あ、いいじゃん。いや、やめて。わ、ひでえ。え、マジ気持ち悪い。なんだこの
の？この子。大丈夫？岡田くん。もう、わけわかんない。行こう、岡田くん。ごめん。でも、別に後をつけてたわけじゃなくて、通りかかったら偶然。大丈夫か？三つおは、気持ち悪くないの？何を？やけど。そんなの全然だよ。そりゃリオナにとっては大きな悩みかもしれないけど、でもさ、ほら俺なんて日焼けも火傷もしてないのに真っ黒なんだよ。その方がもっと変じゃない？ね、笑えない？ごめんね。どうしたの？おじさん？なあ、太一、あいつ最近よく見かけるよな。誰なんだろう？知らねえ。仲間に入りたいんじゃないかな。
手加減しないぜ。
ちょっと。もう。失礼します。ちょっと。アキラちゃん、上級生の橋本くん。え？まさか。ちょっと、あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないと。あなた、いや、これはあなた教師でしょ。ですね。一体子供にどんな教育をしてるの？早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから。野球
おじさん